しかった。れいかちゃん、今日は、はい、あのれいかちゃんの子供の頃の話をちょっと聞きたくてね、はい、まあ、まずゴルフを始めたきっかけだったりとか、うん、なんでやりだしたんですか？でも本当のきっかけは、うん、おじいちゃんが、はい、ゴルフやったらハムスター買ってくれるって言われて、やるやるって言ってやりました、ええ、それまではバレエをやってたんでしょ？それまでは、うん、クラシックバレエとジャズダンスとボイスレッスンで宝塚になりたくて、うん、本当にそれも大好きで、うん、レッスンも受けるのが、宝塚好きだったら何歳ぐらいの時？3歳から始めてるんです。じゃあもう本格的にやりたかったんだ、はい、そっちを、はい、それしかなかったにもかかわらず。そうなんですよ。そんなにハムスターが欲しかった？いや、ハムスターは欲しかった、うん、そう、ハムスター欲しくて、うん、で毎日100球で打ったら、うん、で続いたらハムスター買ってあげるみたいな。おじいちゃんはもともとプロゴルファーにさせたかったの？いや、もう本当に そうで、ゴルフ上手くなったらいいなとかじゃなくて、うん、もうプロゴルファーみたいな。それが何歳の時？おじいちゃんには。本格的にそうやってプロゴルファーにさせるために始まったのが小学校3年生の冬とか。じゃあちょうどそのハムスター欲しかった時だから覚えてるんだ、はい、それが。でそれでまあおじいちゃんに連れて行かれました、はい、で打ってみて、うん、全く初めてでしょその時？そうです。どんな感じだった？でもなんか最初は練習場に連れてってもらえなくて、うん、家でマットでなんか打ったらこうくるって戻ってくるやつ。 パターマット？いや、じゃなくてショットの、なんか、うんうん、マットにボールがついてて、うんうん、ああくるくるなんて回るやつ、くるくるってやつを、はいはい、もうなんか毎回100球ぐらいを毎日そこでやらされてから練習場に行きました、うん、それは楽しかったの？全く声ちっちゃ全く楽しくなかったですね。もう本当に明日やめたい、うん、明日やめたいって気づいてこの年になったんですよ。最近までそう思ってたってこと？いや、もう本当に、うん、どれくらいだろう、でも結構小中学生は辛かったです。でその頃はもうあのクラシックバレエとかっていうのはもうやってなかったの？11歳ぐらいで辞めさせられました。あ、じゃあまあ、ちょっと並行してやってやったんですけど、うん、ダメ。辞めさせられた、はい、誰に？まあ、親たち。ああ、そうですか。じゃあもうプロゴルファーになれということ で、はい、でそこからもう本格的にプロゴルファー目指してやるようになりましたよね、うん、はい、た。でそこからどういうふうなステップを踏んでったんですか？あの、例えばおじいちゃんに最初教わってた、はい、家でやってた、うん、そっから？そっから練習場に行くようになって、うん、で結構きつかったんですけど、あの学校終わったら、うん、門の前におじいちゃん車、あってで乗るじゃないですか、うんうん、もう洋服とか全部用意されてて、うん、着替えて、うん、ゴルフ場なんですよ、うん、でゴルフ場で暗くなるまでパターとアプローチをずっとやって、はあ、そしたら練習場に行くんですよ、ね、ゴルフ場で夕方でパターアプローチをやって、うん、まあ大体小学校は3時ぐらいに終わって、うん、まあ、2、3時間あるから、うん、パターアプローチやって暗くなったら練習場に、家帰んないんだ。家帰れないんですよ、うん、で練習場に行って200球ぐらい打つんですよ、はあ、そしたらお家帰れるんですよ、うんうん、そしたら今度パターなんですよ、うん、パターマットの練習家でも、はい、家でも、はあ、それが小学校3年生の冬から、小学校、うん、まあ、中学校もずっとそれなんですけど、うん、それで土日は一日中ゴルフ場じゃないですか、うん、続いてまあ小学生だったから、うん、放課後友達と遊びたいとかもあるし、うん、結構あれでした。あ、でも全然遊ばずに、はい、もうおじいちゃんに何も逆らえなかった家だからゴルフすごい嫌いで、うん、でもなんかそんだけ苦しいんだったらプロゴルファーになろうみたいな感じで結局に思いました。それがいつぐらいかプロゴルファーになろうかなっていうのは意識しだしたんですか？初めて1ヶ月以内。ああ、こんだけやってるんだからみたいな。こんだけやって何もならないんだった、うん、
なろうみたいな。そう、小学校3年生の時に思ったってこと。へえ、大したもんね。やめたかったですもん、ならなかったら。あ、そっかそっか。ならないんだったら一球も打ちたくない。ああ、でそっからもう中学校も高校もそういう生活を。そうですね、高校は、うん、寮に入ったんですけど。ああ、じゃあ、 あの親元は離れて。離れました。うん、はい、じゃあまたあのなん練習環境も変わるよね。そうですね、で寮に行ったり、うん、地元帰ったり行ったり来たりの生活で、うん、帰ってきたらでもおじいちゃんは、でも私多分、うん、覚えてないんですけど、多分そこでもう喧嘩してたのか、一時期離れてるんですよ、うん、おじいちゃんと。へえ、うん、でで、うん、まあ、高校生活が終わって、うん、その先も話しますか、うん、あ、でも嫌だったら言わなくてもいいけど。全然いいんですけど、うん、